6月20日1日の取引でした。日経平均株価は昨日に比べて18円と49銭高、3万3388円91銭でした。日経平均は小幅ではありますが反発しました。ただトピックスはマイナスで 6.65 ポイント安の 2283.85 でした。プライム全体の 42% にあたる777銘柄が上昇、下落したのは全体の 52%、 971銘柄ということで、下落数の方が多くトピックスはマイナスでした。マザーズ指数は 5.97 ポイント高、 0.7% の上昇でした。日経平均株価冷やしチャートです。日経平均は18円高と、小幅には反発していますが、なかなか積極的な手がかり材料ないということで、直近の高値のところには届かない展開となりました。市場全体を表すトピックスはマイナスでありましたので、どちらかといえば売りが強かったという1日であります。今日は特にいわゆる中国関連とされる銘柄群が売られていました。5401日本製鉄、51円安 1.7% の下落でした。中国の、人民銀行ですね、中国が、利下げをしたということがあります。金利を引き下げなければいけないほど、景気が減速しているのかと、そうした悪い方に解釈したようでありまして、中国関連銘柄、鉄鋼セクターの日本製鉄ですとか、建設機械の小松6301といったところが、今日は冴えない動きとなっていました。小松は28円安 0.7% の下落でした。今日の東京市場、全体的に手がかり材料が乏しい中で、市場全体のセンチメントとしてはやや弱気、下落銘柄が全体の 52%、 971と過半数を占め、トピックスはマイナスでした。日経平均株価は小幅ながら反発プラスで引けています。以上、大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。